はい、オーリングで女性の免疫を下げるものをいくつかやってみたいと思います。まずコントロールの指で1本で開かない2本で開く、1本で開かない2本で開く、一番女性の場合困るのは、ブラジャーの、こういうワイヤーですね。でこれを、本人に持ってもらいます。それではオーリングはどう変化するか、1本で開く、2本で開く、3本で開く、4本で開く、5本で開く、6本で開く、簡単に開いてしまいます。昔はもうちょっとワイヤーがきつかったそうですけど、こういうワイヤーを患者さんからいただきまして、でこれで調べています。で持っていただいて、でオーリングで1本で開く、2本で開く、簡単に開いてしまいます。もう一つ、女性の、下着で一番気になるのは、黒の下線の下着は一番オーリングの前に進めてません。これは、生理用の黒で、下線、染料の黒も強いですけども、この下線もオーリングが非常に反応します。ではやってみます。はい、で持っていただくとオーリングが簡単に開いちゃいます。ですからなるべくこういうものは身につけない方が免疫は下げません。でこれは基本的に、綿で、色は生成りっていうかそのままの色で、普通の綿のものです。でこれを持ってもらいます。そうすると1本で開かない、2本で開かない、3本で開かない、4本で開かない、非常にオーリングが強くなります。でそれを極端にこういう黒の染料、下線とブラジャーのワイヤーで、これですもう簡単に全く相手がオーリングを維持することができません。でこういう具合に女性が身につけるものによって免疫がかなり変わりますので、こういうものは気をつけてください。